ーイ。有吉ひとみです。ドバイと日本でネイルスクールとネイルサロンをしています。で、ネイルは24年、しているんですが、初めてコンテストに出たのは、オーランドのショーになります。それで、その後に、ラスベガスのね、フレンチスカルプチャーのコンテストで優勝しました。で、そこからイギリスとか韓国でも、コンテストにずっと出てます。で、今はネイルスクール、で教えたりとか、あとは、全国でですね、日本のいろいろなところで、講師活動をしてます。はい、今日はですね、こちらクーパから新しく出るメイドインジャパンのこちらのね、マニプロパスポート花という商品をご紹介していきます。で、こちらの商品はですね、すべて日本製になっていて、パッケージもですね、すごく日本っぽいね、この、日本を代表とするこの梅、それから桜のパッケージになっています。で、すべて日本製になっているので、とてもクオリティの高い商品になります。では、こちらの新しくクーパから発売するマニプロパスポート花のご紹介をしていきます。まずボックスに、こちらですね。ボックスにハンドピース、それからコントローラーのボックスが2つ入ってます。まず最初にコントローラーのボックスから紹介していきます。で、中を開けていただくと、まず最初にこのね、取扱説明書が入っています。それからボディの部分になるコントローラー、そしてハンドピースホルダー、それからアダプターが中に入っています。で、まず最初ですね、こちらのボディの部分のコントローラー。コントローラーもすべてですね、日本製になります。それからハンドピースホルダー、そしてアダプター。こちらのアダプターがボックスの中にまず入っています。で、このコントローラーですね。コントローラーの側面にはこのダイヤルがついています。で、ダイヤルを回すとオン、スイッチが入ります。そしてぐるーっと回していくとスピードですね。スピードをコントロールすることができます。それから真ん中の部分はこちらはハンドピースをつける部分になります。差し込んでください。そしてここね、F と R があります。F の部分が右回転、フォワードです。R の部分がリバース、左回転になります。ここのスイッチでですね、コントロールをしてください。それからこのサイドの部分、こちらの方にハンドピースのホルダーをつけてください。で、これをつけていただくと、ハンドピースをね、刺して、保管することができるのと、あとここね、メタルになってます。メタルの部分、ハンドピースにね、先端、ビットをつけて収納するときに、傷つかないようにこちらがメタルになっています。それから、後ろの部分、エプロンやベルトなどにもね、装着して、このハンドピースを使って、コントローラーを使っていただくようになります。で、こちら、最初、シートが、保護シートが貼っているんですが、使う前には、シールを剥がして使うようにしてください。こちらが、コントローラーになります。コントローラーのサイドの部分に、こちらのハンドピースホルダーですね。こちらを差し込みます。このようにして、ここにね、ハンドピースを挿して、保管をするようにしていきます。こちらがアダプターになります。で、アダプターを使うときには、こちらのね、線をつないでください。で、このアダプターは、100V から 240V まで使えるようになっているので、日本、アメリカ、アジア、全世界ですね、ヨーロッパでも使うことができます。で、ヨーロッパで使う場合には、こちら、ボックスの中に入っているコンセントをつけていただくと、ヨーロッパでも使っていただくことができます。次はハンドピースのボックスをご紹介します。で、ハンドピースのボックスをですね、最初開けていくと、これ2段になっているんですが、下の部分にコードと、それから
バンドレールとサンディングバンドが入っています。でこちらのハンドピースですね、とても軽いです。で、すべてこのコントローラーもハンドピースもメイドインジャパンのものになってます。とても日本製のものなのでクオリティが高いです。そして先端の部分がここですね、細くなっているのですごく持ちやすく安定します。重さも後ろではなくて前の方に重心が来ているので、こう削っている時でも安定するんですね。で、手が力をそんなに入れなくてもハンドピースをしっかり持つことができるので、手が疲れにくい、ハンドピースになっています。それから先端、ここの部分を回すとビットを取り外しすることができます。入れて回すと固定します。そしてこの線ですね、コードの部分はコントローラーの真ん中の部分、こちらの真ん中の部分に差し込んでいただいて、このダイヤルの部分を回すとオンになり、スピードを調節することができます。で、音がとても静かです。で、とても静かなので安定ですね、回転が安定するので、振動もお客様には伝わりにくいです。で、切るときにはこちらのオフにしていただくと切って使うことができます。こちらがマニプロパスポート花になります。ハンドピースはすごく軽くて細い、部分なので手が疲れない。それから3万回転という、ハイパワーになります。で、低速ですね、低速でもしっかりとパワーがあるので、フットの時などでも使っていただくことができます。そしてこちらの部分、それからハンドピースの部分ですね、にもし溶剤がついたとしても、ジェルがついたとしても、アセトンで拭いていただくことができるんですね。すべて日本製の商品になっているので、とてもクオリティが高いです。ぜひ皆さんこちらの、マニプロパスポート花、ぜひ使ってください。皆様に分かりやすいように、この G3 のハンドピースとマニプロパスポート花の、ハンドピースで比べていきます。こちらがマニプロパスポート花のハンドピースで、こちらが、G3 になるんですが、見ていただくと分かるようにサイズ小さいですよね。とてもコンパクトになっています。で、マックスのスピードがこちらG3 の方は2万回転ですが、マニプロパスポートのハンドピースは3万回転ととてもパワフルです。で、低速時ですね、フットなどの時には低速で使用すると思うんですが、低速時の時でも、パワーが強いのがこちらのマニプロパスポート花の特徴になります。で、完成品の、がとても高いので、音が静かで振動がないです。また、この芯の軸の部分ですね、がブレない構造にもなっています。で、ハンドピースが細い。見ていただいたらわかると思うんですが、ハンドピースがとても細いです。細いので持ちやすい。で、こちらのグリップの部分ですね、ここがへこんでいて、ちょうど指にしっかりとフィットするんですね。なので、安定する。それからコンパクトに、持てるのが特徴です。で、長さが短くて重心が先端に来ているので、とても安定して持つことができるのがこちらマニプロパスポート花のハンドピースの特徴になります。では G3 とマニプロパスポート花の、音を比較していきます。まずは最初G3 のハンドピースからお聞きください。マックス2万回転の音になります。次にマニプロパスポート花の音ですね。同じ2万回転でお聞きください。
そしてマックスの音ですね。3万回転。3万回転でも、このマニプロパスポートの花の音の方がすごく静かだと思います。ここまで商品を、説明してきましたが、今、皆様いかがでしょうか？私はですね、マシンを使ってもう20年以上ですかね、マシンを使ってますが、この本当に、マニプロパスポート、花の商品を使ってみて本当に素晴らしく、やはりね、日本製っていうのもすごいのと、あとはもう安定してる。どんどん、商品が開発されているので、とても使いやすくて、安定してるっていうのは素晴らしい商品だと思いました。で、皆さんね、気になった方は、ウェブサイトの方で詳細の方を、ご確認いただいて、購入先もですね、そちらに、書いておりますので、ぜひ皆さんご覧ください。